キャラクターボーカルシリーズ初音ミク、雪ミク、雪ミクはバーチャルアイドル、初音ミクの陶器版キャラクター。初音ミクが日本国内に限らず世界中で活躍するのに対し、雪ミクは北海道という地域を応援するためのキャラクターとして設定されている。雪ミクは青いツインテールの髪型を外見上の特徴とする。しかし、 毎年異なるテーマで衣装デザインの募集を行うため登場するたびにイメージはがらりと変化する。活動の中心は札幌雪祭りに合わせて札幌市の各所で開催されるイベントスノーミクである。毎年のイベント期間中食品メーカーやスーパーマーケットなどが北海道内限定のコラボレーション商品を販売し札幌市交通局は札幌市電で ラッピング車両を運行している。新千歳空港国内線、ターミナルビル4階には、ショップ兼ミュージアムの雪ミクスカイタウンが常設されている。初音ミクを生み出した IT 企業、クリプトンフューチャーメディアは、札幌市に在籍しており、この年の札幌雪祭りに、初音ミクの雪像を出展した。これが雪ミク誕生のきっかけであり、 クリプトン社スノーミクイベントプロデューサーの熊谷、祐介は、北海道を応援するキャラクターを作りたかったと、述べている。2月後から7日、札幌市営地下鉄東方線の栄町駅にて行き、ミクグッズ販売が行われた。内訳は、グッドスマイルカンパニーのフィギュア、ネンドロイドが1日500体、当時使われていた、交通用プリペイドカード、ウィズユーカードが1日1000セットだったが、 初日は販売開始30分前の午前7時30分時点で約1000人が列をなす熱狂ぶりでスタッフはこれ以上並んでも買えませんと呼びかけねばならなかった。特にネンドロイドの人気が高かったためグッドスマイルカンパニーはインターネットでの受注生産を決めた。この年、雪、ミクのネンドロイドはバージョンアップした楽しい雪遊びエディションとして発売された。 デザインが一新された、ウィズユーカードは、前年に倍する4000枚が用意され、2月11日から12日に、複合商業施設、ノルベサと、大通駅定期券発売所の2カ所で販売された。初日販売分は1時間で売り切れた。また、札幌市は、2月7日から13日に、演山動物園の年間パスポートとパスケースのセットも販売している。また、 後に恒例となる札幌市電のラッピング車両、雪みく電車が初登場した。車体に雪みくと札幌市の境内が描かれたほか、車内放送も初音みくが務めている。2月11日の特別セレモニーでは、上田文雄札幌市長が、みくと電車を愛していただきたいとスピーチ。電車は2月14日から3月26日まで運行された。なお交通関係では、 北海道中央バスが運行した雪祭りの第2会場と都道を無会場を結ぶシャトルバスの車内放送にも初音ミクが起用されている。雪ミク電車2012節ミクの衣装が公募制となり、雪や氷を彷彿とさせる宝石をあしらった雪、ミクをテーマに募集が行われた。初の採用例となったのは前年の楽しい雪遊びエディションを見て、 感銘を受けたという七カによるデザインのふわふわコートの雪みくである。この年の雪みくは雪の結晶をモチーフとした水色のコートをまとい、雪像作りを手伝ってくれるというコンセプトの下、スコップ型のマイクを手にしている。テーマの宝石はヘッドホンとイヤーマフを兼ねた大きな紺色のリボンの中央に据えられた。雪みく電車2013公募制2年目のテーマは、 雪や氷をイメージさせる北海道にぴったりのお菓子をモチーフとした雪ミクである。和風のミクを愛する虹すぐるによるいちご大福を白むくの綿帽子に見立てた通称いちご白むくミクが採用された。年度ロイド化にあたってはのしをあしらったヘアピン、ワボン、爪楊枝、酒ン番傘、雪うさぎといった多数の和風の小物が合わせて立体化されている。 和風らしく衣装のイメージが紅白を基調としたものとなったため、雪見区電車も従来の青、白、金という配色から離れて赤系のマルーンに彩られた。雪見区電車2014テーマは北海道の冬をイメージさせる魔法少女魔法のステッキ。北海道在住のベラ・フューリーによる魔法少女的な要素をストレートに表現したシンプルなデザインが採用された。 この年の雪ミクは、とんがり帽子をかぶり、防寒のために、マントとタイツを身につけている。手にしたステッキは、氷のようであり、またスノーグローブのようでもある。衣装デザインに加えて、雪、ミクのペットも公募され、エゾ雪ウサギの、ラビット雪ネが誕生した。さらに、この年から、スノー、ミクのテーマソングが作られるようになった。初代テーマソングとして採用されたのは、 ミッチーエムによる、月、雪、本気マジックである。この曲は、その後、クリスマスソングとして、動画サイトの、踊ってみたカテゴリーで拡散するという、想定外の発展を遂げた。共産企業による活動も拡大してきており、北海道うちのカラオケチェーン作用手の高橋は、スリラーカラオケ札幌中央店にて、壁一面にイラストを描いた、雪ミクルーム一室を設けた。 雪ミクルームはこの年2月の同店売り上げの1割を占め台湾など日本国外からの観光客の予約も多かったという。以後の年も冬季限定で雪ミクルームの開設は続いている。ダイハツ北海道販売は9月に北海道限定モデルの軽自動車雪ミクココアを発売した。これをきっかけに20から30代の来店客が増えた。他、 北海道外からの購入希望も相次ぎ、広告会社の調べによると宣伝効果は1億1000万円相当に達した。雪見区電車2015テーマは、北海道の冬をイメージした植物。タランによる採用デザインには随所に植物モチーフが取り入れられており、髪飾りのスズランのほか、スカートはスノードロップ、ヘッドセットは白カンバ、リボンは七カマドとなっている。 また、アイヌの伝承に語られるコロポックルを彷彿とさせるところがあり、ファンからはスズラン、ミクやミクポックルと呼ばれた。ネンドロイドの名称はスノー、ベルバージョンである。テーマソングは40メートル P によるスノーフェアリンストーリー。40メートル P が最初に作ったのはオーケストラアレンジだったが、テーマソングとして歌われることを考慮して、 ポップスの範疇に収まるよう改めたものが公式採用された。この年、スノー、ミクの共産企業は約40社に及んだ。札幌市内では2月3日、手芸品販売のカナリアが雪、ミクのコスプレ衣装を製作し、本店に展示するとともに素材の生地類を販売した。3月23日、札幌市の企画により、ハトバスが東京都内で雪、 ミクのラッピングを施した定期観光バスの運行を始めた。自治体の提案でバスの車体にキャラクターが描かれたのは熊本県の熊本に続きに例目となる。雪ミク電車2016この年のテーマは従来のファンタジックなものから変化し北海道の冬を楽しむウィンタースポーツというリアル路線となった。採用されたのはおとぎこたつによる 袋をかたどった帽子をかぶり、スノーボードを抱えた、通称、福袋雪みく2016。年ドロイドの名称は、スノーアウルバージョンである。テーマソングは、ドリコによる、疾走感のある曲、雪が溶ける前に。雪みく電車2017テーマは、北海道の冬をイメージした星空、星座、中国のイラストレーター、ニシナニシナによるデザインが採用された。 日本国外からのデザインが採用されたのは、公募開始以来初めてのことである。夜をイメージしたこの年の雪ミクは、全体的にダークな配色で、白はあまり使われていない。星を散りばめたリボンには五千符柄が描かれ、四季棒や塩美服など色季の要素が、ネンドロイドの名称は、トゥインクルスノーバージョン。テーマソングは、ナブナとオーオンジェスターによる、 センチメンタルな曲、スター・ナイト・スノー。この年、雪見区は、北海道庁が運営するインスタグラムを利用した、プロジェクト、北海道未来ノートのガイド役、北海道未来大使に任命された。同年より、イオン北海道から、札幌雪見区和音が発行されている。表面には、形による雪見区が、裏面には、和音が描かれている。雪見区電車2018テーマは、 北海道の冬をイメージした動物。前年に続き、中国のイラストレーター、大茶ドンのデザイン、通称、単調巫女が選ばれた。モチーフの単調は、北海道の道東地区の冬を象徴する鳥であり、日本と中国で共通する随称でもある。姫のイメージを出すため、前髪は横一直線に切り揃えられている。メインビジュアルを手掛けたのは、安で、 落ち着いた雰囲気の中にも華やかさを出すため、色のコントラストや彩度を高めに仕上げたという。テーマソングは、とことこによる、四角い地球を丸くする。あえて、雪くだから、テーマソングだからという意識を持たず、普遍的な曲を目指して作られた。雪く電車2019節蜜誕生10周年となる、この年のテーマは、北海道の冬をイメージした、プリンセス。 採用されたのは中国のイラストレーター LF によるデザインで中国からの採用はこれで3年連続となった LF は2017年のラビットユキネの衣装も担当しているためユキミクとラビットユキネ双方のデザインを手掛けた初のクリエイターでもあるこの年のユキ、ミクの特徴は左右非対称となったスカートでその他に星柄や宝石 翼型の髪飾りなど、歴代の雪、ミクの要素も散りばめられている。テーマソングは、デコ27による、ストレートに愛を歌った、愛。11月23日に行われた、J リーグ公式戦では、ジュビロ岩田を相手取る、北海道コンサドーレ札幌と、雪ミクがコラボレーションした。雪ミク電車2020テーマは、北海道の雪をイメージした、楽器。 メイプルが応募したホルンを奏でるデザインが採用され、札幌市出身の羽根ことがメインビジュアルを仕上げた。また、同じく札幌市出身の春巻きご飯が温かみのあるテーマソングポカポカの星を手掛けた。この曲は和田武明によるマジカル未来2019のテーマソングブレス・ユア・ブレスへのアンサーソングという側面も持たされている。 雪ミクは1月17日から19日にかけて開催された札幌モーターショー2020の公式アンバサダーに就任しているほか1月18日の B リーグオールスター宣伝もデジタルアンバサダーに就任したこの年若手デザイナーの育成を目的とするコンテスト N1 モードグランプリに雪ミクの衣装をデザインする部門が新設された当部門はさらに小学生 中学生、一般の三部に分かれており、合計で256点の作品が寄せられた。三部門全体の最優秀にあたるグランプリを受賞したのは、雪の積もった大地を表現したスカートをまとう、札幌市立広明中学校二年女子によるデザインである。雪見区電車2021テーマは、北海道の雪をイメージしたイルミネーション。二光美が、 メインビジュアル並びにサブビジュアルを担当し、ヘブンズがテーマソング、フォンダンステップを手掛けた。また、雪見区電車の広報活動の一環として、初の試みとなる記念乗車券が制作された。200円券5枚を組み込んだ台紙と、電車のペーパークラフトがセットになっており、インターネットやイベント会場で3000組が売り出される。ありがとうございます。